今日の熱中症情報をウェザーニューススマートフォンアプリからご紹介していきます。今日は東京、高知、那覇で危険レベル、その他九州から東北にかけて厳重警戒となっています。今日も広い範囲で熱中症に厳重な警戒が必要です。さらにウェザーニュースのアプリでは熱中症レーダーで熱中症の危険度をチェックすることができます。こちら関東をタップした画面になっていますね。7時現在の熱中症危険度、東京都市域はもうすでに警戒となっています。時間を進めて見ていくと、お昼頃から厳重警戒という赤色の範囲が広がります。そして日中は紫色の危険レベルというところも出てきますね。夕方頃にかけても警戒レベルのところが多くなります。関東エリア、昨日と比べると少し気温が下がるところが多いものの、今日も熱中症には厳重な警戒が必要です。しっかりとこまめに情報を確認して熱中症対策を行うようにしてください。今日の熱中症情報をアプリからご紹介をしていきました。